こんにちは、デボルさん。よう。意外だな。もう声をかけてもらえないかと思ってた。いいえ、あれは村のためだと分かっています。そうだな。じゃあポポルの元にも行ってくれ。魔王のことで話があるそうだ。ええ、今から会いに行きます。それと、なんだ。俺も昨日は取り乱してすみません。お前が謝る必要はないさ。誰だって仲間を傷つけられると腹が立つ。彼女たちにも謝っておいてくれ。ちゃんと伝えておきます。ポポルさん。あ、昨日はごめんなさい。どうして。あなたは何も悪くないわ。でもポポルさんたちも悪くない。村のみんなのためなのに辛く当たってしまった。優しいのね。ありがとう。気にしないで。そういえば何か話があるとか聞いたのだが。ええ、石の神殿があったでしょ。我のいたところだな。そう、魔王の居所はそことつながっているらしいの。東大元暮らしか。でもあそこに渡る橋は通れなくなってるんじゃ。船で行けばいいわ。船。ようやく交易用の水路が整備されたの。魔物からの被害もあって随分と遅くなってしまったけど、石の神殿の裏側の道にも船を出してくれるよう頼んでおいたわ。船頭さんに言えば無料で使わせてくれるはずよ。これで町の間の移動も楽になると思うんだけれど。ありがとうございます。ポポルさんにはお世話になりっぱなしだよ。本当に感謝してる。じゃあ行ってきます。気をつけてね。本当に気をつけて。船着き場には門の上から行けるな。水路か。ようやく完成したのだな。これで走り回らずに済むようになるといいが。移動が早くなればそれだけ早くヨナに近づけるってことだ。遠慮なく伝わせてもらおう。やあ、久しぶり。僕のこと覚えてるかな。その赤いカバン、まさか海岸の町の喧嘩夫婦の。ああ、久しぶりだな。あれからずっと水路の整備をしていたんだけどね、仕事を認められて船頭を任せてもらったのさ。すごいじゃないか。おめでとう。ありがとう。まあ忙しくなった分妻との喧嘩は絶えないけどね。あ、船に乗って行きたい場所を言ってくれればそこまで連れて行くよ。
この洞窟の先に石の神殿があるよ。そしてその先に魔王の城か。行くぞ。
カイネ、エミール、今度から俺も野宿するよ。なぜですか？お前らだけ村に入れないなんて、やっぱりどう考えてもおかしい。不自然だ。抗議運動というわけですね。やめておけ。けど、このままじゃ俺の気持ちが…では、その気持ちだけありがたくいただいておきます。エミール、この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、割と気に入ってるんです。そういうことだ。邪魔するな。雑魚が多いな。蹴散らすぞ。
出てきた。魔物は光に当たると知るぞ。おびき寄せろ。さすがはザコ、たやすいものだ。あの石像がボスだ。皆を操ってる。湧き出てきやがる。奴らは見込み終わり、光のもとへ誘い込むのだ。大丈夫か、カイネ。今傷の手当てを。この傷はもはや。ダメです、カイネさん。なんだこれは。Thank you.
叩き落とすしかないのだ。アイネさん、正気に戻ってください。これは暗号？なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、にえ、機械の断り、記憶する木、忠誠のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボ、記憶する木は神話の森かしら。あとの2つ、いえ、中世のケルベロスは何のことを言っているのか。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろ。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。カイネさんとエミール君のことなんだけど、本当は
町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ポポルさんがロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。落ち着け。そうせいては倒せる敵も倒せぬぞ。心を乱すことは戦いの上では得策ではない。そんな悠長なことを言ってたらヨナを助けることなんかできない。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、逃げろ。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく巨大だったり強力な魔物なんだ。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。
それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか。はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。わかった。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型。わかった。ところで本日はどんなご用ですか。ありがとうございは。死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。ために自分の楽しみを後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。
これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので、今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう。助かるよ。ありがとう。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとうございます。さてどうする？ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。気がめいるな。
そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ。ああ、あなた方ですか。え？最近変わったこと？神の木？ええ、村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか？いいえ。なぜ調べぬ？近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ？さあ、なぜかはよくわからないです。妙な話だ。シロも言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。続きを呼ばせたくるのです。神社の方を望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。
これは。しかし、魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと。こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことで、もう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。分かった。